はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではラグランジュポイント、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、このコーンエリアにある、まずイシスホテルアットに行きまして、その後にクルーザーステーションまで行ったところで、終了したんですけれども、そうですね、南のクルーザーステーションと、イシスホテル後には、前回行きましたので、まあ、今回はね、まだ行ってない場所、まあ、レジャーセンター跡とか、あと図書館とかもねありますので、まあ、そっちの方にね向かってみたいと思います。じゃあまず出発しましょうか。で、ホテルとクルーザーステーションは行ったという感じですね。まあガンガン戦っていきましょう。まあ地上の敵はそんなに経験値もまあ今となっては高くはないかな。ではここでもう一回レンタカー屋に行って、クルーザーですね、クルーザー借りて、まあ一応マップ見ましょうか。左上の方にあるね赤い丸のところですね、まあ、そこまで行ってみたいと思います。と思ったらいけない戦闘。お、ダンボ、眠るに注意。なるほど、まあ、その前に倒せれば問題ないと思ったんですが、一撃では無理なのかな。デニスとアストロ、あ、アストロでも無理か。水路にいる敵は前回戦った敵よりもなんか強そうな感じですね。お、12000でリタさんランクアップ。まあ、水路は基本的には一方通行なんで、まあ、そんなにね迷う感じではないんですが、アンモなんて確かランド1にもいましたね。こいつならば一撃でいけるかな。うん、まあダメージ100ぐらいもらってますが、まあ大丈夫でしょう。分かれ道、分かれ道ですが、分からない。まあ、とにかく上の方を目指していけば問題ないでしょう。暖房、これの色違いは確かランド1で戦いましたね。あ、1体で経験値3000はでかいですね。ここ上の方かな。また暖房、暖房しかいないのかな。あ、そんなことないか。アンモナンいましたよね。ここの分岐も上を目指していけば OK かな。うん、着きましたねと言おうと思ったんですが、戦闘骨抜きに注意か。骨抜きになっちゃうと本当にね、一桁二桁のダメージしか入らないので、まあ、ちょっと要注意かな。ふう、よし、到着。いきなり部屋がありますね。あ、この右側にいるフライですね、こいつらがバッテリー吸収攻撃をねしてくるんで、なるべく早めに倒したいです。よし、ここは、あ、アイテム、ランチャーミサイル、まあ戦闘用のアイテムですね。ここにもアイテムですね。あ、ステロイド、
ステロイドはまあいらないかな。エレベーターがある。ちょっと左も気になるんで行ってみましょう。お、クリスタルコア。こいつはですね、まあ、やたら高い経験値を持ってるので、マルチミサイルを2人使って早めに倒したいですね。まあ、通常攻撃とかは結構あの防御力が高いんでね。あ、全員逃げちゃいましたね。なかなかねダメージが通らないんですけれど、今のは惜しいな。まあ、はぐれメタル的なねそんな感じのやつなんですが、全員逃げちゃいましたね。お、ジンがランクアップ。もうちょい上がればランク5の武器持てるかな。そして下りエレベーター、上は行き止まりですね。またさっきのクリスタルコア出ませんかね。ふう、上の方にまあ行けるみたいですが、あ、フライ。バッテリーを奪われる前に倒したいです。アイテムありますね。アイテムありますが取れない。まずはフライの方かな。よし、これでバッテリーを奪われる心配はないですね。あ、バッテリーパック栓。鉄の落ち。まあ両方ともいらないかな。フライの方から倒していきましょうか。まあジンかデニスの、あ、デニスじゃない、ジンかリタさんの攻撃が当たれば倒せるでしょう。よし。お、ロボットがおりますけれども、まずはね戦闘を終わらせて、まあ、さっき見えたねロボットは、まあ、仲間になるキャラクターなんですが、そこまでいけるかな。噂のジンってあんたかい。俺はサイボーグの竜。敵に囲まれてやばかったんだ。ああ、そうですか。これからはジンさんを兄貴と呼ばせてもらうぜ。いいだろう。まああんまり呼ばれたくはないですが、まあとりあえず、はい。おっと、返事なんかいいんだ。たとえダメと言われても決めたんだ。俺は兄貴についてい、いてててて。くそ、体中傷だらけだぜ。サテライトベースに行かなくちゃ。兄貴、必ず迎えに来てくれよ。了解です。これをやるからさ、敵から分取ったんだ。な、兄貴、約束だぜ。まあ、勝手に義兄弟のちぎりを結ばれてしまいましたが。あ、松下カプセル。まあ、とりあえずね、竜が仲間になりまして、こちら、サテライトベース、科学委員会東郷会長だ。コーンエリアのどこかに、カイザーロードに侵入できるドアロックシステムセンターがある。調査してくれ。了解です。この調査に、竜は向かってたんでしょうかね。で、これはセーブ端末かな。わ、フライ4体。ちょっと怖いな。じゃあ、ランチャーミサイルでも使ってみますか。ダメージ1000。まあ、バッテリーを奪われる前に倒せれば OK なんで。よし。
西武端末かな、うん、治療とかはできませんね。なるほど。ん？ここは？ここは何だろう？うん、なかなかクリスタルコアが出てきませんね。まあ、しょうがない。あ、アイテム。あ、ロボ HP2000。これこそいらないですね。物が持てなくなったら、まあ、売却か、捨てるかしましょうか。倒せるかな。よし、OK ですね。なかなか順調。こっち側はまた部屋がありますね。ここでもう行き止まりなんでしょうかね。あ、出た。クリスタルコア。一体だけならば、全員がかりで行けるはず。うん、OK ですね。あ、一体で一万。こいつはうまいですね。さっき、ずらずらずらっとね、出てきたんで、あれを倒したかったですね。あ、もうこれ以上持てませんね。では、まあ、バッテリーパック1000かな。これを、ジンかな。そうですね、ここまで、ぽいですね。まあ、とりあえずサイボーグの竜を仲間に入れたっていう感じですね。まあ実は前回の撮影から連続でね撮影してるんですけれども、やっぱりここまで来ると動画がねちょっと長くなっちゃった可能性がありますね。お、出た。クリスタルコア。これは戦いたい。戦いたいというか、倒したい。素早い人で、ミサイルを撃つ。あ、引き上げちゃいましたね。残念。今の全員倒せば、経験値4万ですからね。下のアイテムは回収したんで、あとはもう、帰るだけですね。お、出た。今度こそ倒したいなぁ。マルチミサイル。あら。残念。やっぱり逃げやすいですね。いっぱい出てくるときは逃げちゃうのかな。うん、まあ、とりあえず、バッテリーさえ奪われて、なければ OK と。じゃあ出ましょうか。上の方かな。この辺のアイテムももう回収しましたもんね。フライ4体か。ま、普通に戦っちゃいましょうか。お、クリティカル。これでいけたかな。ふう。これで出られそうですね。では、そうですね、まあ、こっからだと、まあ、一回ポートに帰って、コーンエリアの町に行ってもいいんですけれども、どうしようかな。まあ、とりあえずこのまま水路の探索続けましょうか。この水路じゃないとね、入れない場所とかもありますので、いっぱいいるな。
ダンボを一発では倒せない。それなりにレベルもね上がってるんですが、なかなか一撃で倒すのはきついのかな。でデニスが相当食らってますね。まあジンの回復2でまあ直しましょうか。こんな感じかな。まあ5200あれば大丈夫でしょう。でマップ位置を確認して、映らないですねそして戦闘が多い。OK ですと。これはとりあえず西の方かな。お、またダンボーとアモナンの組み合わせ。サイリンガス。デニス寝てますね。まあ起きたんで問題なしですね。お、そのデニスがランクアップ45あればランク5の武器持てるかな。まあとりあえず戦って、ここは何でしたっけ。あ、図書館だ。本棚は特に意味はなさそうかな。あ、これ以上持てない。では持ち物。そうですね、本は、まあ、誰に使ってもまあいいといえばいいんですけれども、まあとりあえず陣にガンガン使っていきましょうか。で、これも本ですよね。多分3つとも本だと思うんですけれども。まあ、陣に使いましょうか。まあ、レベルをね、上げちゃえば、まあ、本でね、ステータスを1上げたところで、あんまり意味がないといえば意味がないんですが、まあ、ブレインがね、銃とかの武器の、装備にね、まあ、関わってくるんですけれども、まあ、その前にレベル上げちゃえばね、別に問題ないので、どうってことはないんですけれども、まあ、とりあえずこんなもんかな。で、こっから西に行っても確か行き止まりだったような感じなんですけれども、一応マップを確認。行き止まりですね。メニュー画面を閉じた後っていうのはエンカウントしやすいのかな。ここまでですね。なんかもう一箇所確か寄れる場所があったような覚えもあるんですが、まあとりあえず帰りましょうか。催眠ガスは全員かわしたのかな。お、12000。まあ、帰りはちょっと違う道を通って帰ってみましょうか。お、リタさんランクアップ45。結構前回と今回だけでもランクアップしましたね。ちょっと下の方から帰ってみましょうか。
暖房1体で3000もらえますからね。あれ、こっちは行き止まりかな、わからない、まあ、とりあえず行ってみて、行き止まりですねお、暖房4体、これだけで1万2000経験値稼げますからね。これは美味しい。まあクリスタルコアを狙ってもいいんですけれども、なかなかね倒せないですからね。うん、1万2000。では水路に沿って今回はまたポートに帰りましょうか。一回ポートに帰って、ホバープレーンに乗らないと、このエリアのね、コーンキャンプかな、まあ街にね行けませんので、まあどっちみちね帰るしかないんで、まあ、とりあえず今回は帰りましょうか。まあ、ちょっと違う道、あ、ここにそうだ建物があるんだ、建物があるんですけれども、今20分ぐらい行っちゃいましょうか。ちょっと今回は長めになっちゃうかな。うん、まあガンガン倒していきましょう。まあまだバッテリーも持ちそうですね。どうなってるんだよし、あ、アイテムありますね。あ、バッテリーパック3000。まあ誰か足りなくなったら使いましょうか。マックスが7000なんで、今3000ぐらいか。まあ早めにGに使ってもいいですね。下の方にロボットがいましたね。ちょっと今回は長めになっちゃうかな。まあ今までね、私結構30分超えとか40分超えの動画がね結構多かったんですけれども、まあちょっとねここ最近のシリーズでは、まあ一つのパートをね、まあなるべく30分以内に収めようかなと思ってはいるんですが、ちょっと今回は無理かな。やっぱりエンカウント率が高いんでね。うん、まあその分ね戦闘サクサクするために、まあレベル上げとかもねやってるわけなんですが、あ、アイテム2つありますね。医療キットと、あ、持てない、そうですか。ではさっきのバッテリーパック3000をGに使いましょう。あ、ステロイド、ステロイドはいらないので、うん、捨てちゃいましょうか。そして戦闘が始まると。とりあえずこんなもんかなここが確かレジャーセンター跡かな。
わ、いっぱいいるな。なるべくサクサク戦闘は終わらせましょう。ふう、リタさんのバッテリーもちょっと気になりますが、まあ3000ちょいあればなんとかなるかな。でこっちではないな、右側はもう行きましたよね。行きましたね。あとはぐるっと回ってみましょうか。結構この建物もね広いんですけれど、まあ多分もう二度とね来ることはないと思いますので。あ、エレベーターありますね。うん、ちょっと今回は長めになっちゃいそうかな。エレベーターではないな、ただの部屋。あ、階段がある。マウスバード、ここもセーブポイントかな。治療というか回復はできませんね。いや、戦闘が多いな。よし、お、分かれ道。このキャメルっていうやつはなんかよく見ると両目がなんか左右に飛び出してますね。気持ち悪い。左右に部屋がありそうな感じ。いやー広いな。ここは次回に回した方が良かったのかな。まあもうここまで来ちゃったんでね。全部回りますけれども、ロボ HP2000、 これこそいらないかな。物が持てないので、捨てましょう。まあ、以前にもね多分言ったと思うんですけれども、あのロボットはまあ仲間にまあ入れていくこともないので、というかまあ最後までねこのメンバーでやっていこうと思っておりますので、まあ、さっきね仲間にした竜とかもね、まあこれからさらにねレベル上げとかも大変なんで、このジン、アストロ、デニス、リタさんでね、まあ、今後も進めていこうかなと思っております。ここはアイテムリペアルスト、これもロボットの回復アイテムですね。ロボパーツ、まあロボパーツはまあ取っておくとして、リペアルストは捨てましょう。あと言ってないのは右側の部屋かな。あ、ロボ HP キット3、これもまあロボットの、体力回復の、まあ、能力というかキットですよね。これでだいたいぐるっと回ったかな。うん、バッテリーも、まあ、約半分ぐらい消費しちゃいましたが、なんとか帰れそうかな。ん、階段に登れない。
この上のフロアの右の方も行ってないかな。いや、この小部屋ぐらいはせめてエンカウントしないで出たかったんですが、ちょっと無理っぽかったな。ふぅ、あ、階段ありますよね、やっぱりね。うん、まあ多分もう二度と寄ることはないと思うので、うん、くまなく回りましょうか。いっぱいいるなぁ。頑張れ。よし。カロリー2000、ま、普通の人間用の回復アイテムですね。よし、じゃあ出ましょうか。うん、まあなんとかバッテリーも持ちそうかな。ですと、ちょっと前回動画を区切るポイントを間違えたような感じはしないでもないですけれどもね。前回の倍ぐらいの長さの動画になっちゃうかな。なかなかね、やっぱり動画の切るタイミングっていうのも難しいですよね。暖房1体3000ポイントかな。ふう。よし、これで、クルーザーステーションに戻れましたので、ホバープレーンか。で、ポートに戻りましょう。戻れない。まあ、お金もそれなりにね、稼げたとは思うんですけれど。やっぱり遠出して戻ってくると、お金がね、どのくらい溜まってるのかっていうのがね、まあ、ちょっと楽しみではあるんですが。よし、到着。結構今回は長めの動画になってしまいましたけれども、どのくらい稼げたかな。お、50万突破。6万5000か。あんまり稼げてないかな。まあ、とりあえず今回はここで、セーブして終了しようと思います。セーブ、1番かな。だいぶレベル上がりましたね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。